一方、広島からも心を寄せる人たちがいます。日本人の父とウクライナ人の母を持つ平石英心さん。共演するのは幼なじみの岡野純大さん。コンサートの収益金でウクライナを支援したい、そんな思いでチャリティー演奏会に向け練習をしていました。まあ、武器とかじゃなくて薬とか食べ物に使って、その、市民たちに使おうと思っています。ウクライナ その今苦しんでる人たちにもこの、コンサートの様子っていうのを送るので、音楽でその心が安らいでくれると。英心さんの母エレナさんはウクライナ出身。いても立ってもいられない気持ちで毎日を過ごしています。今日はドニエプロで始まりましたので、ドニエプロ安全なところだったんですけど、今日は2つ爆弾がね、大きいのはやっぱり落ち出し始めてなって、だ今日は夜中起きて地震と思ってて、すごい大変だった、おばのラリーサさん、おじのビクトルさんと共にウクライナ中部の都市ドニプロに住んでいます。第二戦争セカンドワンよりひどいことに、なんか本当にひどいこと起きてるよ。ドニプロはエレナさんにとってもふるさと。なんかそれを止めなければならない力がないかっていう考えてる。もうその力って何だろうねって、私たちの一般人は何ができるって私も朝から晩まで考えてるけど。ロシア人の母、ウクライナ人の父のもとに生まれ、学校ではロシア語もウクライナ語も習いました。なんか清らい国だと思ってる思いが強いです。だから今の戦争に対して本当に考えられない気持ちで。広島に来たのは21歳の時。日本語を学び、浄水会社に就職。夫、正志さんと結婚し、3人の子供を授かりました。英心さんと双子の兄、光一さん、大志さんです。やっぱ自分たちはウクライナで生まれて育ったわけじゃないので、そのウクライナで生まれ育ってきたお母さんの方がもっと辛い立場なんじゃないのかなとは。最後にウクライナを訪れたのは去年7月、親戚の結婚式でした。美しく輝いていた街、その景色を共に見た英心さんと幼なじみの岡野さんが奏でるウクライナへの祈り。被爆地広島から伝えたいことは、みんなで平和、ピースを守ろう。 Let's play Pray for Ukraine。 プレイはこの音楽を弾いて、プレイは願う。ウクライナが平和にちょっとでもなれるように聞きたいな。私の大好きなドニエプルとウクライナ、私はあなたと一緒で、あなたのことを祈りますって書きました。一人ではなく二人とか五人とか連れて行く人もいて、もうこんな本当に私たちのことを思ってる人はたくさんいると、すごい心強くなります。